カラス微尺とは、里芋科の植物の一種である。別名や乾燥させた根茎は、ハンゲの名で知られる。花は、小型の仏縁法で、紐のような付属体が上部に伸びるのが特徴。和名の由来は、仏縁法と呼ばれる花の独特の形状が、役に立たないという意味でカラスが使う秘釈に見立てられて、名付けられている。別名は、ハンゲ、へそくり。 ブスとも呼ばれる。日本の地方により、百姓泣かせ、カラス農級の方言名でも呼ばれている。別名の、へそくりは、この草が、昔は、漢方薬に使うため、根茎を掘って、薬屋に売って、小銭を貯めたというところから来ている。花言葉は、心落ち着けてである。日本では、北海道から九州、沖縄まで広く分布し、国外では、中国、 朝鮮半島から知られる。日本の分布は人為的なものと考えられ、中国から古くに帰化した踏前帰化植物と考えられている。北アメリカの一部では侵略的外来種として問題視されている。半日陰から日当たりの良い産地の道端や二十歳、河原、花壇の中などに自生し、畑では雑草になる。 抜き取っても根茎は地下に残るために根絶は困難で、畑の外装として知られる。小型の多年草。地下の根茎、または洋平や地面の近くにムカゴを作って繁殖し、駆除が困難なほど繁殖力は旺盛である。地下茎は1センチメートル内以外の球形で、その上から根と形容が出る。草丈は20から40センチメートル。葉は球形から伸びて立ち上がり、 長い傭兵がついて先端につく。養身は、卵形から、保護形、三章用の服用へと変化し、若いものは一様のものもある。三章用の基部や、長さ8から16センチメートルの傭兵の途中には、三角形の無加護をつけ、落ちて繁殖する。開花期は、初夏から夏で、私有同種。家計が一本立ち上がり、 はよりもずっと高く、頂に、まむし草の花ような、長さ6から10センチメートルある仏縁法に包まれた、肉窝果女をつける。果軸の上部は、お花群、下部に、目花群をつける。天南小族のものによく似た花で、つとの色は、紫色か緑色である。果女の軸の先端が、糸状に細長く伸びて、頬の外に出ているので、浦島草を小さくしたような果女の姿をしている。 ただしこの属の特徴として、メバナジョブが背面で、仏縁方に融合しているので、頭部の下半分がやや細くなって見える。夏に花が終わると地上部は枯れる。この植物は花の形が裏島層によく似ている。むしろ天南小属の多くより似ているくらいであるが、ツトの中の中上の果女がその背面でトと融合するなど、はっきりと異なる点から別属とされる。 同族のハンゲ族としては日本にはもう一種、オーハンゲピートライパルタイタがある。一回り大きく高さは50センチメートルになり、葉は深く散列する。本州中部から奄美大島まで限られた場所に出る。近縁に匂いハンゲがあり、花に方向があり、園芸店などで販売されている。変異が多く、カラスビシャクの海分類に次の3品種がある。 根茎の皮の古力層を除いて乾燥させたものは、ハンゲという木薬であり、日本薬局型に収録されている。ハンゲは、なるべく大きいのがよく、桶に砂と一緒に根茎を入れて、水を加え、板で攪拌して、外皮を完全に取り除き、水洗いを重ねて砂、皮を取り除いて、生石灰粉をまぶして、むしろに広げて天日干しして作られる。沈破機作用のある、 アラバンを主体とする多糖体を多く含んでおり、半ンゲ香木油、半ン写真油などの漢方包材に配合される。他に、ホモゲンチジン酸を含む。またサポニンを多量に含んでいるため、タンキュリやコレステロールの吸収抑制効果がある。またかつては、つわりの木薬としても用られていた。 半減の容量はついた治療1日量1.5から 4g であるが処方は漢方処方に従うのが良いとされる。なお、乾燥させず性の状態では中酸カルシウムを含んでおり食用は不可能。カラスビシャクが生える7月2日頃が半減。小図という雑説になっている。ありがとうございます。